最近の携帯のマックスの充電量が 76% になりました。どうも、かなかなです。今回はですね、ツイステの実況動画でもやってみようかなと思って、いや、5章中編からなんですけどあ、もう俺のこのパーソナルストーリーとかがサボってんのめちゃめちゃバレるな、これ。入学して買われた？どうなの？全然ダメだ。見た目ばっかり優等生ぶっても中身は何にも変わらない。なんか別に形から入るの悪いことじゃないと思うけど。出来の悪い悪のまんま、うまくいかないことばっかりだ。でもこの学園に入って分かったことがある。なんだ？本当にできるやつは、はい、裏では必死にあがいてるんだってこと。あ、まあまあまあね、天才はほら、よく言うからね、 99% 努力みたいな。格好悪くても、ちょっとやり方がまずくても、はあ、あ、オーバーブロしたメンツ、できる人、オーバーブロするな、これも。あ、わーの地元は人間よりベゴの方が多いと言いながらだし、わーは農家の息子だよ。よし行くぞ、思い出して。影すっきりした。君ら何、ギザギザハートの子守歌なの？ちっちゃな、めちゃめちゃ、多分お前ら時代が時代だったらお前超乱で突っ張ってるよ、お前ら。めちゃめちゃなんかもうバッグとか薄くして中に多分鉄板とか入れてるよ。あなた、近くで見ると本当に可愛らしい顔をしてるわ、ね、学園アリスの中等部校長か、誰がわかんだ。はあ、今なんて喋った？わーがなよなよして女みてえだってな。お前ギャップありすぎなんだよ、エペルは。おめえもひょろひょろして女みてえだべな。ああ、ダメね、全然ダメ。海猫の後ろ宮エンジュが、誰がわかんだよ。何を着たんだべと思って注文してきたお客さんさ、どこでこのジュースを知ったんですかって聞いたのさ。はい、よさ、したっけ、ビルシェンハイトのカメを見たとかなんだかって。あ、マジカメのことね。いや、なんか急にエベルのお母さん下ネタ言ってんのかなと思ったらびっくりした、今。いや、ビルシェンハイトのカメは下ネタじゃん、もう。も最近なんかツイステが下ネタにしか見えなくなってくる時があるからさ。ビルさんってあんたのとこって言うちゃうだって。何、マジカメが、あ、ビルさんのカメ。なるほど。もしかしてマジカメ？ちょっと待ってけ。この音楽と今ってもう下ネタにしか聞こえないよ、俺は。何言ってんの？何言ってん？どうしたの？大丈夫？それに、今日、やっとわかったんです。あ、飛び出してね、わかったことあるみたいなんですよ、うちのエベルが。うん。ビルさんがずっと言ってた、パワーのこと。心のどこかで、ずっと、綺麗とか可愛いにこだわってる奴らのことを、バカにしてた。でも、ビルさんが地元のリンゴジュースを紹介してくれて、村のみんなが大喜びで。うん。ビルさんの言う強さの意味がやっと分かった気がするんです、うん、僕もビルさんみたいなパワーが欲しいと思った。私はね、エペル、人をひざまずかせるのが好きよ。いや、もうなんかあれあ、そうっすか、そういう趣味がお持ちで。別に SM が悪いとは言わないんですけど、外出してね、エペル一回り大きくなったんですよってところで、人をひざまずかせるの好きよって、そんなド S 発言みたいな、別に趣味は趣味だからね。ただやっぱ18歳以上でも高校生とかはほら、やっぱちょっとダメって言われる。何の話じゃん、暴力よって。まあ、途中で歩いちゃうね、もう。ちょっとトラブルがあったみてえだけど、あいつらが元気に戻ってきてよかったな。赤、急に君ら全体的に赤。なんだかすっきりした顔してたし、もっと他に色味ないの？大問題になってたかもしれないんだぞ。まったく。あ、赤。本当だよ。あいつらいない分、ビル先輩にきつめにしごかれたこっちはいい迷惑だった。赤いよ。そこね、やられるかもしれないですからね。監督生もグリムもそう思わない？あ、ごめん、ここで初めて監督生の名前出るけど、僕神様って名前でやってるんで正月のなんかみんな来るじゃん、おんぼるるように。神様神様っていうもんだから、なんかみんな初詣してるみたいになっちゃって何この選択肢、言う俺青い春ですね、精神でええやろ、もう明日からの練習が楽しみだね。だから、ね、上の選択肢はもうなんか縁側で茶飲んでるジジイやん。この最先端の曲、そうなの、キレのあるダンス、高い歌唱力で表現されるメッセージ性あふれる歌詞、
今この曲流行ってる。どれをとっても一流です。そろそろこいつらキャラソンだぞ。当然よ。当然よ。当然よ。私を誰だと思っているの。ユルシャハイド。さすがは世界的人気タレント。カードのお礼によかったら友達と、あ、VGC 見に来ない。ちょっとこれどう、これ、あげるあげる。これは今度の文化祭で行われるステージのチケット。あ、待って、関係者知識に、じゃ何、マリウス呼ぶことになるけど、めっちゃ面白いじゃんそれ。まさかこの僕を招待しようというのか。うん、いいよ別に、来なよ、楽しいと思うよ。どうしたどうした、怖い。お前は本当に恐れを知らないと見える。なんで、別に悪いことしないじゃない、あんた。いいだろう、この招待慎んで受け取ろう。ああ、おざす。お前も舞台に上がるのか。あ、俺ちんちく、わかんないわかんない。何、お前はマネージャー。せやで。それは残念だ。大丈夫、一緒に見ようよ。だがシェーンハイトとアジームが出演するのか。それはなかなかの華やかさだろう。だいぶだいぶ華やかですよ。文化祭当日楽しみにしている。おお、やすみ。ほら、もうおやすみ神様ってなんか世界を征服するような人じゃん。もうセリフがこの一文だけおかしい。リハーサルは12時からスタート。ああ、やっぱやんだね、ちゃんと。チームメンバーはリハ前に最終調整をするわ。はーい。あ、俺じゃねえよ。ウサマたちは見てることしかできなくてそわそわしちまうんだぞ。でもこのポジション俺は好きだよ。確かにグリムとマネージャーがいても何の役にも立たない。おい、こら、そばでそわそわされると気が散るわ。文化祭の様子でも見てきたら、うん、なんか低欲追い出された感じするけど。関係者パスを渡しておくから会場に入るときにはつけてちょうだい。そんなんあんの。ただし学校だよね。12時からのリハの時間にはコロシアムに集合よ。いいわね。あ、俺も、あ、いいな、俺も文化祭回りたい。俺も俺も。あんたたちはダメに決まってんでしょ。何すんの。私の話聞いてた。リハの前何するっつだっけ。私の話聞いてた。リハの前何するっつだっけ。文化祭は2日間あるんだから遊ぶのは2日目になさい。今は VDC のステージに集中して。ごめん、え、なんだって。私の話聞いてた。何この小玉のなり損ないみたいなやつ。おい、関係者席は先に色ついたビニールカバーかけておけっつったろうが。さっさとしろ。土方の兄ちゃんじゃんお前。あ、君たち設営中におしゃべりをしているとは随分余裕がおありだね。あ、でもね、すごい土方の兄ちゃんだったよ本当に。 見せたかったもん、もうあのレオナがそこじゃねえっつってんだろっていうあの感じがすごいね。土方の兄ちゃんだったよ。ああ、そういえば監督生は魔法がない世界から来たんだったか。まあ設定上、まあ、いろんな時代なんで。現代の魔法使いはほうきで空を飛べるだけじゃダメだということさ。君たちも将来のことを考えて規律を守ってしっかり勉学に励むことだね。このセリフ魔女の宅急便の危機に同じこと言えんのかな。そうだ、俺の所属するサイエンス部は観葉植物カフェをやるんだ。少し見ていかないか。どっちか一個にすりゃいいのに。ルーク先輩なんかトレイ先輩の淀みない手際をたたえて詩を読んでいるだけでしたし。手伝え。お、サイエンス部が研究対象として育てた希少な観葉植物を見ながら休憩をしてもらえる。あ、え、それ植物部じゃない。それも料理は科学とも言うし調理は実験の一環とも言えるしな。そうか、うん。そうなのか。これは立派な研究発表だ。ああ、そう。なんだここ。ガーゴイル研究会？どこの雨どい持ってきたんだろう。怖い顔したモンスターの置物がいくつも置いてあるんだぞ。いくつも。どこの雨どい持ってきたんだろう。
山でやべえもん掘り起こしたり怪しいもん埋めたりしてるに違いねえんだぞ。ちゃんと休んだ方がいいぞ。それに今回は暇人ども、いえ、いくつかの運動部と提携しまして運動部のことお前暇人どもって、お前タコ殴りにされたら終わりだぞ。タコだけにっつってね。あ、水と火？いいか、じゃあリドルで。水と火？水と火？じゃあこれで。まばらだな、随分なんか。ねえ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 。ヌーの群れのように走ってる今、もしかして。おい人間、走るな！もっと言ってやって。そして歩きスマホをするな！なんか全員転ばしても。なんなのだこの混雑は。さばいてもさばいてもうじゃうじゃと湧いてくる人間どもめ。何人かのしちゃっていいよ。あ、おいてめえ、人の制服に鼻水つけておいて詫びもなしかよ。汚ねえな。僕ごめんなさいって言ったよ。え、こっち。あ、ロイスか。あ、こんな制服。あ、え、あ、なに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 、ちっちゃい。うわ、こいつまた鼻水飛ばしてきやがった。どうやって飛ばしてんのこれ。スニック、ほら、待ってこれ、鼻をかんでください。あ、チーン、先生だ。2年生だ、しかも。え、ありがとう。チーン。俺は何を今見せられてる。すみません、言葉には出さんがとても喜んでおった。わしからも礼を言う。あ、本当。あ、よ、あ、よかったよかった。あ、よかったよかった。それはよかったっす。誘ってくれてありがとう。あ、いやいや、もう全然全然。なになに、何の話。監督生ちゃんってディアソムニアにも友達いるの。今できた。